はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペイントでございます。クロナーでございます。手紙でございます。おじいちゃんあ、トラゾーです。いやとうとうこの日が来ましたかね、みんな。どの日ですか？トラゾーさんの誕生日も過ぎてるけど。いや違う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 、俺たちは集められたわけでしょ、例のあれで。話しといてくれ事前に。何が話しといてくれ事前にっていうのは？もちろんみんな、いや手紙とか。そうか、死神、お前はさ、お前はいつもそうだよな。死神、本当にお前はいつもそうやってすぐこの家を飛び出したもんな。何やったの？何やったのって。怖いわ、心当たりないのに責められてんだお前はそうやって、なんでお前にこの三角形が与えられてるのか俺は疑問だよ。三角形？お前ら本当に忘れたのか。なんすか？俺たちは日常事件のさ、家族だ。日常事件の？日常事件。それで初代当主の、はい、おじいさんがさ、ちょ待って、初代当主のおじいさんが何？おじいさん。うん、おじさんがさ引退するってなったから、その莫大な遺産を相続する人間、はい、それを選ぶ今から催しが行われるんだけど催しそんなギスギスした内容だったんだ。あ、そうだよ、結構殺しとかが起きたりする感じだ死神、お前はな、すぐいなくなってな、お前本当に。もう高校卒業してからすぐこの日常事件からすぐいなくなったのに、なんでお前名字違うのに兄貴面すんなよ全員名字バラバラなんだよこの家。トラゾはな、ほんといつも日常事件のな当主の世話ばっかしてくれて、いや頑張りましたよ、ありがとう。クロナーさんは猫だったしな、ずっと俺家族は家族でもそっちなのねまさか猫に三角形与えられるなんてなすごいよな、ずっと猫だったっていう、何その言葉俺も驚きだよ全く。ということで今回、はい、まあ、一応そのおじさんからさ、はい、説明受けてるから言おうと思うんだけど、うん、まあ子供の頃さ、この4人とおじさんで、うん、よくいろんなところに連れてってもらったよな。はいはい、こいつら忘れてますよ。おい、ついてこいよお前置いてきぼりでするって言ったらちゃんと俺。オッケー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 。まあいろんなとこに行ったよな。懐かしいね。そうだな。散歩してもらったわ。それはお前間違ってるよ、だってお前いきなり人格入れ替わるんだお前。まあそれでな、なんかおじさんが言ったわけよ。やっぱ日常事件を、うん、日常事件の思い出を大切にしてるそんな人間に。うん、2代目をやってもらいたいと。じゃあ僕無理じゃないか。俺もあ、だからなんでお前に参加権が行ったんだって話だよなとりあえず思い出を大事にしてもらいたいと。はいはい。で俺たちが過去に行った、まあ子供の頃だからもう覚えてないと思う、うん、その、うん、場所とかはな。でもおじさんの中には鮮明に残ってるらしいんだ。なるほど。おじさんがな、その時撮った写真がある。おう、うん、その写真の場所を、はい、うん、当てろって。なるほどね。俺たちの思い出の場所。長い前振りからの超シンプル企画そのおじいちゃんってもう亡くなったんですか？いや、そこに立ってるんだけど。いるんかい、野ざらしおじいちゃんなんでこんな離れちゃったの？おじいちゃん、おじいちゃん、いや、はい、懐かしいね。もう寝る時間ですよ。はい、おじいちゃん、もうおじいちゃん懐かしいね。寝る時間ですよなんかボロくない？なんか財布財産持ってますよ、ね、よくお前挨拶この顔見せれたなお前高校でお前いきなりいなくなって久しぶりだな。えドラムスコっぽいロールプレイおじいちゃん覚えてるかな、死神さんのこと。我が孫たちよ。おじいちゃん、どうかわしの色あせてしまった思い出の彩りを取り戻しておくれな。なんか若干ね、そういうことなんだよな。もうだからとりあえずその彩りをな、取り戻してほしい。まあその写真の場所だよ。もういいっておじいちゃん、もう何回同じこと言わすね。おじいちゃんもう入っちゃってるわこれ始まっちゃってる。おじいちゃんおじいちゃんやばい、ごめん帰ってこなかったばっかりに。
まあその日常事件2代目当主一体誰なのかって話だな、はい、ああなるほどね。ああそう見て中入ってみろこれ。オッケー。おじいちゃんが今までの思い出の写真をな、おーおーたくさん写真館だ、たくさん用意してたんだ。お多くね、めっちゃあるじゃん。すごいあるよこれ。えすごい、えなんかもう破れてる古いやつもあるよ。本当だ、あ本当だ。えそうやって待って待ってこれ見て、ん誕生記念樹だからさ今伸びてんじゃない、ね、これうわっ。だってこれ俺らが子供の頃って言ってたっていうことはもう俺らもうみそじなんだからさ。うわ俺たちが子供の頃を埋めてくれたやつなんじゃない。それが今どんぐらい伸びてるかだ。すげえ。あれこれおばあちゃんじゃない隣の。おばあちゃんいます。おばあちゃんじゃないこれおじいちゃんの隣の。おばあちゃんね、すごい。ほんとだ。おばあちゃんなんか打天使の翼みたいなの入ってる。違う、違うこれ木の木だわということでな、はい、今ここはおじいちゃんのまあ記念写真館みたいなもんだよ。はいはい、なるほど。でもその写真がまあ昔のカメラ使ってたからずいぶん色褪せちまった。うん、うん、俺たちはその場所に行って、うん、もう一度綺麗な写真を撮り直したい。あなるほど、ね、そういうことだ。でこれ見てみろ、この枠あるだろ。はいはい、この写真の枠、うん、それによって難易度が変わってくるから。あなるほど、金銀そうで、あのポイントも変わってくる。なるほど、なるほど、ね、一応これ日常事件2代目当主をね、あのあそかそか誰にするかっていう争いだから、なるほどね、難しい写真狙うかっていう、まあまあ、そう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 、まあ、地道に。いや僕はもう当主の座はちょっと興味ないけどね、正直俺もあんまないんだ。そう、猫のために争うのこれ。 猫とドラ息子がだから猫に取らせないために頑張るだけ。終わるんだから猫に取られたら、ね、猫が2代目やったら終わるな、さすがにな。まあとりあえずあれだな、写真を全部Qにしてるか。 そうね、そして日常事件投資を誰にするか。じゃあおじいちゃん今からみんなで集めてくるから、写真探してくるからね。おじいちゃん、おじいちゃんもう分かったんだから今から取り戻しでくんだって。おじいちゃんだから猫を呼んじゃったんだよ、参加限定。じゃあ、OK、いきますよ。はい、それではおじいちゃんだ、わがわりくるくるしょぶしょぶとった社長。おじいちゃんおじいちゃんするのこれ。入れ歯外れてるよ。じゃあ、いきますね。はい、はい、おじいちゃんが悪くしてた。やるぞ、そろそろ決勝取り戻せ。スタートー。何を取り戻せ。それだねー。出てるわこれ、この写真と。じゃあ俺ここら辺探すわ。この辺か。いや行ってくるわ。こういうのもあるんだ。これ多分これ目の前のとこだ。これ何これ。これとか。あこれなんか崖に桜の木、桜の木あそこだ。なんかあったぞ。一回これできるかとか、写真とは違うっぽいって言われるわ。あちゃんと言われるんだ、そうやって。何回も撮れるのカメラ。日常事件さ、足速くない、すごいな。日常事件はまあ、サラブレッドだからな。気合入れてる。あったかも。え、マジ早っ。あったかも。ちょっと待って、はいや、むずいな、場所。おお、すげえ。これとか、お前ここら辺だろ。なんだなんだなんだ、おい始めんな、始めんな、争いよ。お前俺が家事職人のやつだろ、お前。違う、それは。えこれか、もしかどうすればいいな。あ、俺もすごい、なんか近い、近いぞ。オフハンドに持ってください。あ、そういうことか。あれちょっと違うぞ。これをオフハンドに持って、なんだ、あ、ここ見つけた。え、俺も見つけた。ここだ。違うわ、これ違うわ、こっちか、もしかしてこっちだろ。もし角度や場所が微妙に違う気がする。何それ。え、俺やってんのにできないんだけど。あの、写真をオフハンドに持って。あ、さあ、面白い場所見つけた。持ってよ、持ってやってんのに俺何も反応ない。位置が違うとダメだよ、ちょっとでも。え、右クリックしても何も出ないよ、俺。死神ここに立ってみ。ここに立って、はい、上見て、つけたかもな。写真撮ってみ。写真、角度や場所が微妙に違う気がする。俺そのメッセージ出ないよ。え？え？なんでだ？それ、俺のカメラ壊れてる。俺もう一個見つけたぞ。早くない？ちょっと、やばいやばい。
しかもすごいなんか左上の木ここ成長してるわ。え、絶対にほらもうドンピシャでここなんだけど。え、違うの？まあ俺違うとこ行こう。え、角度が微妙に違うだって。絶対、え、でも微妙に違うってことは。ちょ、クロナザー協力して。何何何？クロナザーちょっと。協力？やばい。ああ見える。ここだけで協力して。いけたー。よくいけた。やっとだ、色ついた。ほら、ここにね。こう立っててほしいの。ちょっとここに立つ。はい。え、写真とは違う？なんかが違うのか。何ですか。クロナさんなんか違かったっぽいわ。いや、だって俺おじいちゃんじゃないからね。これおじいちゃんじゃないから。見つかったらさ、俺の写真も色つく？あ、じゃない多分。色つかないよ。あれ？色つかないんだ俺の写真。古いフィルム？待って、トラさんありがとう。俺もここだわ。ここ。次の写真どうしよう。上だ、この上だ。ちょっともう一つの方に変えてみっか。はい、来たー。俺もう3枚見つけまったよ。マジかよ。ちょっと早くない？写真撮れない人がいていいのに。あんな饒舌に説明してたのに。なんで？おじいちゃんが嫌われてて、壊れたカメラも持たされてんじゃないですか。フィルム入ってないんじゃない？フィルム入ってない、ま？ぽいぞぽいぞ。え、でもちょっと違う？あ、違そう。じゃ次のやつ撮ろう。形が違うな。銀色の一個持ってみるか。畑みたいなとこ行ってみるか。あ、すごいカラーになってる。村が2個目あんのかこれ。いや村そう2個あるんすよ。うーわー、もうそんなんわからんて。おじいちゃんってなるマジで。これそっか、待って、桜か建物さ、うん、これ建物後からできるとかあんのかな。あるかもね、それもね。だってこれさ、家がさ、はい、どう見ても古びてるやん。あの崩れてる家とかもあるやん。あ、いる。うわ、ちょっと下がれ。崩れてる家あるじゃん。うん、だからもしかしたら見た目もちょっと変わってんのかな。あー、そういうこと。なるほど。民家がそもそもできてないとかな。そうか、来た、家じゃなくなってる可能性があるのか。そうだよ。なるほどね。それを考えてなかった。うわむずいな、そう考えると。私は2箇所目見つけました。俺も多分これで4箇所目。4箇所目は早いな。どえぐい。この辺りだな。おじいちゃんの思い出、おじいちゃんとの思い出か。この写真でなんかおじいちゃんとしたっけな。いや別におじいちゃん単独で撮った写真でしょこれ。そう、ただのおじいちゃん単独の思い出だったこれ。この写真の後ろには俺たちがいたはずだよ。一緒に撮れ。なんで撮ってないんだ。うわ絶対これだ。ここのはずなんだけどわかんない。え、会いました。すごい、行けた、行こう。来た、見つけた、俺も見つけた。やったー。やっぱ背景の地形大事ですねこれ。そうね。村ありすぎだろこの辺。そう、いっぱいあるから。もう家にアップの写真とかマジでむずいんだよな。もうもはや二択ですか。あ、でも俺見つけた。マジ？銀クロナさん。やばい。猫に継がれるぞ日常事件。やばいって。これだろ絶対。それだけは阻止しなくちゃいけない。いや今も変わらず農作業してるんだなこの人。何代目かな。おっしゃ見つけた。あ、分かったかもしれん。ここだ。ここだ。絶対この木だ。ちょもうマジで。何？お前。カメラを構えてると豚が寄ってくんだけど。あ、よかった、なんか冒険かと思ったわ。ブって言ったもんね。ブっていう見つけたぜ。ブっていう冒険なんだけど、まあ、ブチ殺すか。それだから追い出されんだぞお前一生。追い出されてたんだ。写真とは違うっぽい。いや絶対黙れ、俺は絶対こうだと思う。俺はこうだと思う。え、近いとかも出ないんだよ。近かったら近いって出るもんな。近いは出ますね。なんか角度がうんぬんとか言い出す。絶対この木なんだ。この木は絶対もう完璧だ。これだ。100。この山か。この山に二股に分かれたとこあるんじゃないか。どうした？いや
なんか流暢に猫が喋ってるなって思ったえ、煽りですか猫煽りえ、もう絶対これだっていう木なのに、もう絶対これだっていう洞窟あんのに意外とむずいっすね、その角度とか。そう、え、絶対これ、客これ、反り方が命かけていい。おじいちゃんが忘れて OK してくれてないだけで合ってるんじゃない。ここなのかな。え、嘘だ、こんなとこにまで建物がある。え、なんか外れにもあるんですか。あ、マジ外周ギリギリ。うわ、絶対来たわ、ここだわここのどこかにあるわ。なんとかして妨害できないか、私に。来たんじゃないかこれ。見せてくださいよ。うわ、うわ、これじゃない、これじゃないこれ。よっしゃー見つけたこの木不自然にあんの怪しいな。うわ、あー、来たこの木、くそ怪しいわ。っていうか、危険難しくない？そう考えると、もう本当にこれで俺ここだと思ってるから、うん、これで俺もう40分使い切ってもいい意地でも意地でも、いや、絶対にここなんだよ。え、桜もしかして一箇所じゃない、生えてる場所。え、俺一箇所しか知らんけど。そうですよね、もう地形のへこみ具合とかも。だってここに、ここに山があって、小山があって、だからここだと思うんですけど、違うのかな。なんか自信なくなってきちゃった。これ見して、どういうの。古田さん、はい、見てくださいよ、これ下、これこっの、これ持ってください。これで真ん中に変な木あるじゃないですか、でっかい白樺の。あるね、あるね。これなんすよ、このほら、これ、この角度から見て、この木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 、このでっかい木。ほんとだ。そうなんすよ。お、私、おんなり、おんな、おんなりって何、おんなり、おんなじおんなじ木だよね、加減してる、うん、でしょ。あとは右の山と後ろの白樺の木をのさ、山をさ、うん、見える角度にやって、見える角度っていうか、まあ、本当だ、山もあるじゃん。そう、木々が生い茂ってるから、多分視覚的に。こ、豚、お前の話じゃん。おい、マジで豚してんだ、お前。豚めっちゃ来るじゃん。何、そうなんだよ多分これ写真人参棒だからあれ、黒野さん、渡せない、渡せない渡せなくなったんだけど、写真戻してください。なんで逆に渡せたの今。なんで渡せたの俺は。どういうこと。オフハンドから持ち替えて、うん、投げると渡せる。え、なんで渡せたの俺。なんで渡せたの。金縁見つけた。お、どマジ。金縁のやつ見つけた。1個。金縁、金縁、すごい。金縁、そう、金縁見つけたんすよ俺。じゃあめっちゃ惜しいとこまで行ってんだね今。そう、でも、もう俺やばい、もう自信がなくなっちゃってこれ何十年も前からこの3人組ここに囚われてたってこと嘘でしょ、変わってなさすぎるいけた。これやっぱり洞窟の写真、はい、崖の写真とかいっちゃむずいです。洞窟はマジでむずいこれ。今洞窟降りてますよ、ダイヤモンド見つけました。マジでむずいよ。え、これじゃん、そうかなって思ったら、やばこいつじゃん。おお、来た、いいぞ、やし、村人三連単、いけた。これじゃないの、とはこれが見つけたんだ。でも動いてるもんな、この鍛冶屋の人。これか、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 この人じゃないの。こっちの方がいいかな。ラン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 そうなんだよ。でもメッセージが写真とは違うっぽいって言ってるんです。マジで。でもね、結構見た目が変わってる可能性がね高いぜ。でも成長しきった木々だもんな、あの写真に写ってんのも。枯れてるんじゃないですか。
はぁそりゃむずいわ、もしそうだとしたら。え、ちなみにみんなどれくらい写真撮ってきた？銅の3つに金の1つ、金1枚に銅が4つとかそのぐらいかな。なるほどね。ゼロいや違うな。おじいちゃんこれって何の思い出なんだよこれ。おお、これは、いやでもちょっと違うか。この子これ変とか、あ、でもこの こ、この端かもしかして。嘘だって言ってくれよ。ん、え、うわうわキモー。おじいちゃんの思い出キモって言ってる。おじいちゃんの思い出キモって言ってる。おじいちゃんキモすぎるって言った。おじいちゃんキモすぎるかあれ悪口。これ木々消えてるわ。ボートがある。あったかも、あったかも、ここだ。え、すごいボートがたくさんある。ツアーだこれ。ここっていうの違うのかな。ボートツアーができる場所だったってこと？こうか。来た。探してますか。洞窟一個行けた。お。泣いちゃってる。泣いちゃった。俺もこれ絶対意地でもやる。めっちゃぽい。あ、めっちゃぽいわ。うわ、来たー。お、見つけた。気持ちいいここだ。確かに気持ちいいんだよな、これ。すごい、ボートの写真なんですけど、近くにボートが5個ぐらい置いてあって、だ多分これ、そのリバーボートツアーみたいな昔やってた場所なんじゃないかな。すごい。来たー。おじいちゃんとおばあちゃんの思い出の場所発見。わ、全部見つけたいよね、どうせだったら。見つけたいね。わ、これワンチャンいけないかな、金枠だけど。え、待って、廃校、廃校もあんの。拠点設営。あ、これ黒菜さん、はい、いけたー。これっぽい場所あったの教えますよ。待って、あ、それ僕今探してたやつだ。お、映った。色が鮮明になったぞ。すげえ、ペイントさんに見つけられて消えた今。俺の25分以上すべてこれ使った金枠に費やした時間。うわぁ、もうもうさ、達成感でも気持ちいいとかじゃなくて、感じてない。もう気持ちいいどころじゃないなこれ。もおじいちゃんに腹立ってる。クソ、ムカついてるこのジジイジジイ、お前ジジイ、この景色がなんだジジイ、お前何、お前の思い出話しろ。生きてるから攻撃し放題なんだよなジジイちゃん、教えてよ、俺知りたいよ。夜に撮ってる写真とかあるからな。夜だよねこれ。夜なんですよ。俺分かったかもしんないわ。これ一つ金枠分かったかも。お、記念樹分かったか。あ、記念樹分かった。確かにいろんな木を探して回ったから絶対これやん。早っ、急に早っ。そんなあっさり見つけられるもんだろ。でも100これよ、こんなん。ほら、見つけた。早っ。え、記念樹見つけたよ。それ金枠だよね。うわ、なんで、あれ、ほんと難易度5億だったよ。じゃあ、あの白樺あ、来た、これだ、絶対。どうだ、どうすんの。俺が絶対に見つける。ねえねえ、もう絶対ここなのに一生書くのが違うって言われる。クソ腹だ。豚もあれも倒すからなそういうこと。あ、ここだここだ。わかった、もうわかったわかった。あ、わかったわ。うわ、マジでムカつくこれ。なんかさ、うん、うわー、何。いや、ごめんね、ちょっとムカついたから。わざとらしくなかったよ。あの、ムカついたから声出しただけ。あー、よかった。このさ、金枠のね、おっしゃー、金枠の今写真探してんだけど、ずっと、うん、
なんかドアの方、あの村だと思うんだけど、ドアがね、うん、白くなってて、うん、でこう砂漠とか山に埋まってるやつの可能性もあるなと、うん、思ったわけですよ、はい、これ爆発寸前のクリーパーやね。あ、はあ、今気づいたわ。なるほど、もしかしてさ、だから地形が壊れてるってこと。あのね、いや、じゃあペイント、そこは一回ちょっと協力しよう。俺もね、実はそれ探してたんだけど、一箇所それっぽいやつがあって、でも違うって言われんのよ。これさ、ここ立って、この位置俺がちょっと置いたんだけど、これさ、左側にさ、はしご合う、これ合うじゃん、橋で、ぶっ壊れてるじゃん。で、ここがドアだったとしてさ、うわ、ぽいわ、ぽいよね、確かに。でも違うって出るんだよ。え、これさ、灯台とかじゃないの？あ、でっかいってこと？そう、でっかい灯台なんじゃない？これ爆発して、あの、砕け散ってますよと見せかけた、うん、でも結局灯台だから補強されたみたいな。あれ、ごめん、俺見つけちゃったわ。見つけた？あ、見つけた。あれ、俺ここ通った。おー、すげえ。そう、見つけちゃった俺。よし、最後の俺金枠の写真探しに行こう。残り14分で。いや、もう俺やってみせるわ。え、クロノさん見つけました？もう、いや、金じゃない。おー、いけた。よし、やっぱ記憶って偉大なんだな。マジで覚えてるもんだ、これ。待って、どれ見つけてないやつ？これと、見つけた、これと、これと。この周りのブロックがそもそも深いところにしかないブロックなんだよね。ふんふん。この金枠、そして溶岩みたいな明かりもある。オッケー、見つけた。で、あ、落ちた。これはね、これ難易度マックスですよ。でも俺たちは子供の頃ここに行ったはずなんだ。おじいちゃんさ、連れ出しすぎなんだよね、俺らの。おじいちゃんの足腰だってそんなさ強くないから、うん、だから滑り落ちる感覚で行けるじゃないけど、トン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 ってね。そうそうそう、滑り落ちた先で、あ、なんかあった、写真カシャーぐらいな感じだと思うんだ。よし、戻ろうみたいな。じいちゃんって当時からじいちゃんだ。じいちゃん昔からじいちゃんでしょ。オッケー、見つけ。お、起きたんじゃない？ほんで、え、お、持っていた写真を先に見つけられたのって。お、私が見つけた。ナイス、ナイスで教えて。いや、パーフェクト目指したくて。いや、気持ちわかるよ。見つけてくれるんだったら見つけてくれた方が心が楽になるって気持ちがあるのよ、これ。これサバンナの木ですな。行ってみるか。喋り方。サバンナの木ですな。おい、マジでわからん。何が違うんだ。ダイヤだ！ダイヤ？え、ダイヤ、ダイヤ！ダイヤ、おじいちゃんの思い出には何もない。そういうゲームじゃなかった。そういうゲームじゃないね。でもさ、このダイヤを取るじゃん。うん。で、換金するじゃん。その金で人を雇って探せば。あ。ピーター、あと7分。だから1分で売って、1分で雇って、残り5分で捜索させれば。いいならいいんじゃない、それで。おーっと、うわー、なんか、シャー、見つけたー。あー、見つけられた。こいつボケつ潰してからの。いや、もうむずすぎるな、この写真。いや、むずくてもやろうぜ、俺たちなら。いけるよ、俺たちなら。ちゃんちゃか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 ちゃんちゃあ、え、見つけたの？見切り発車でいいんだよ。金枠最後の1個見つけたんか。
洞窟見つけましたよ。すげえ。おお。気持ちいいか。おい、頼む、絶対に合ってる。やったー、一個見っけ。ナイス。あと木枠、あと木枠何個？いたの。もう見つけてるのに。木枠あと、え、ゼロじゃないですか。あ、一個ある。あ、終わった。ナイス。見つかった。すげえ、クラスだ。クラスが見つかった。見つかったよ。俺、待って待って、すっきりした。これ。待って待って待って、全部これ全部。どうどうどう。銀銀銀一銀一。わ、また。あの、白樺の金のやつ今。白樺の金のやつ。白樺の金のやつ行くぞ。早くリフで。もう見つけてある。もう見つけてあるそれ。え、見つけてあるって何？でも角度と場所が微妙に違うって言われてる。どこだ、教えろ、どこだ。ハイジャンプして一回。ジャンプするけどね、山の奥なんですよ。もうマジで角っちょ。白樺がある側の角っちょ。ビートそろそろ真っ直ぐ行った方が。白樺頑張れ。来てくれし。来たー！来たー！まだあと一個ある。銅枠、銅枠、銅枠。どれ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 。あー、このよくわかんないやつだ。これむずいやつだ。これ無理だって。やるしかないって。俺もこれすげー探しまったよ、これ探せって。マジか、これこれはマジで無理。どこだこれ。情報ないもんね、これないもん。どこ。うわ、きちい。上から見てる、上から見てる。角く、上から見て土ブロックがあるからまだ地上から見てんだろうね、これ。あー、確かに確かに。どこだこれ、どこだ。やば、あと1分、あと1分。ここだここだここだ。みんな拠点、拠点戻ってきて、拠点戻ってきて。どこ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 。拠点のマジで。オッケー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 。みんなで取りまくれ。みんなで取れ取れ取れ。うわあ、危ねえ。すげえ、全部見つけた。消えた。うわすげえ。ギリギリ間に合った。間に合った。そういうことだったんだ。そう、そういうことか。おじいちゃんが伝えたかったことは。みんなで協力しろってことだ。協力して。あ、2代目を争うんじゃなくてね。4人で頑張って、いやごめん、3人と猫1匹で。俺たち頑張って、おじいちゃん頑張ったよ、支えていけってこと。うわ、いやもう取り戻しました。おじいちゃん、お姉ちゃんの意図通りになったよ。もうメッセージだけ残して壊れちゃったんだ。壊れちゃった。あ、ええ、おじいちゃん、おじいちゃん、ありがとう。おじいちゃん、おじいちゃん、なんかフケめっちゃ出てるよ。おじいちゃん、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 花火だ。行っちゃった、おじいちゃん。分かった、おじいちゃん、俺たち4人でこの日常寺を支えていこう。いや、3人と1匹な。